した。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、マジか。俺からか。2周目使用します。それくらいかな。はあ、役持ってます。そうだな。なるべく伸ばしてほしい、みんな。ごめん、漠然としてて申し訳ないな。まあ、例えば、進行論とかに対しての触れ方とかでも、まあ、この人、まあ、印象論とかになっちゃうかもしんないけど、まあ、頑張って精査落としてほしいっす。まあ、無理に拾いすぎない程度くらいかな。以上。9番のプレイヤーは発言してください。うん、9人乱勝で、初手で、役持ち仕様だけするメリットってあるの？俺ないと思うんだけど。それってなんか人外にとって温度取りやすい。もう役、まあ、俺ないと、芸能は1巡目に出た方がいいと思うわ。俺少なくともその2つではない。いや、ちょっと、意味わかんないかな、普通に。これで役持ちって言ってる、まあでもあれか、侍役だったり禁止か。にしてもメリットないけどね。2日目、決戦投票になったら8番に入れちゃいそうだけどね。感じ。連動だったらマジにわかんないし、死だったらもう潜伏できなくなってるから、2敵でしかないし。1番のプレイヤーは発言してください。お願いします。村人陣営です。なんか8番さんが役その時々だと思ってるんで、どっちでもいいんですけど、9番さんが、その8番さんが役持ちですって言ってるのに、1周目に出た方がいいですって、もう8番っていう人物が、1周目に出る気ない人物が、もうその前の人におんのに、なんかそこまで言う必要はないと思ってるし、なんか騎士だったら、スカース発言やと思ってるから、そこまで言わなくてよかったかなっていうので、9番も無駄りないと思ってます。9番が8番のこと無駄りないって言うんであれば、私は9番が無駄りないと思っていますね。まあ、進行論上の違いやと思うし、別にメリット、デメリットって、その人があると思ってやってるんやから、まあ、それはそれじゃないって思いますね。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、恥は、役しようって言っといて、自分に触れるなんてことじゃない。本当に役持ってたら、めんどくさいから触れるなっていう。8に触れてる時間もったいないよっていう。わかんない。急な村だったら本当にそういうふうに思ってる人。本当に意味ないよって思ってる人。9番だと、9番は、8番に触れてるから村りがないってことなのかな。8番は2周目、場面固まってからでいいんじゃない？普通に考えて占いと霊能でしょ？可能性が高い人でしょ？普通に考えて。比較したら触れなきゃいいし、対抗で出たら考えればいいんじゃないですかね。はい。以上です。はい。3番のプレイヤーは発言してください。だからね、2番。いや、俺別の意味で8番に切れてんねんけど、普通にさ、その2周目に出てこようから、そんなどうでもいいけどさ、頑張れ頑張れ言ってんねんけどさ、いや、お前が頑張れよって話や。何、他力本願になってんねんって。な、4番さん。普通に、やばいな、8番。そういう意味で俺8番のこと普通に芯切りたいわ。だって頑張らんねやろ、8番って。温度取れるか取られへんかやろ。普通じゃない。まあ2番1番がおかしいかな、正直。
な、4番さん。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師です。ランダムで1番さんが白です。1番さんが白です。発行お願いいたします。持ってみてるんですが、まああの8がね1画した場合は9番さんの指摘は飲み込んだ方がいいですね。あの多分しっかりとその訳しようをこの乱白の9人の例の曲で9の指摘は取ってるんで、殴られたから9番が人外だとかっていうなんかめちゃくちゃな進行だけはやめてほしいと思ってます。まあ、2、3に関しては、まあ、3がやたら自分に語りかけてきてたのは気にはなってますが、まあまあまあ色落ちはなしとしておきましょう。1しろ。5番のプレイヤーは発言してください。天皇です。まあ、8番どっちで出るんでしょうね。いや俺もう8番が人外行動でしかないと思うから、まあ、4番が出へんかったら俺も訳しようで8番同時に出ようぜって言おうと思ったよね。4番が占い出たがどっちで出るんでしょうね。4番視点は8番が対抗占いで出るっていう懸念ないの。いや俺は相当なんかこう9番さんの感じ分かりますよ。なんか1番9番に突っ込んでるけど、そもそもの8番が悪くないと思うし、もう喋ってる中で8番に突っ込んだと引き締まりで透けちゃったみたいな感じですけど、はあ、わざわざ透かしに行ったんじゃし、まあ、黒いの2番やけどね。なんか3番さんの意見すごく良かった。なんか8番に行き来る、そんなこと言ってた。6番のプレイヤーは発言してください。5番さんに違和感を持って、5番が、8番がもう騎士がない。どっちで出るんだろう。これ占いか霊能かだよね。分かってるような感じかな。だから5番さんが人外だ。話だなと思っちゃったかな。はい。うん。9が、言ってることがすごい分かって、で1が僕はおかしいかなと思った。まあ1の9指摘通ってないかなと思ったけど、でもまあまあいいや、まあ面揃ってからか。7番のプレイヤーは発言してください。じゃあ6番さんに問いたいんだけどさ、騎士でさ、8番の席でさ、2周目騎士持っててね、役職しようあの占いか霊能のじゃない、だから5番言うの別に間違ってないと思うけどね。一番変なの4番だよ。4番あ4番って8番飲み込んであげてくださいっつって、9番が何者かも分かんないんでしょ、9番の言ってること通ってんでしょ、4番さん。ね、あの8番さん説明できないからって言ってたけど、あなたの城先の1番が、ね、9番に対して、ね、メリットデメリットあるんだからって言ってんですよ。メリット説明してくださいよ、1番さん。ね、4番して1番教授に見えないんですか。8番のプレイヤーは発言してください。7し久しぶりだったのと自分からでちょっとびっくりしてちょっと間ができちゃって、あこれなんかここで使用してもめっちゃ臭くなるなと思って、もう2周目でよって思って逆に臭くなりましたねって感じなんですけど、別にね初週わざわざ電クっても最悪、まあ、3使用になったら3使用になったで別に自分が回避したら確定で1陣が強いんだから、それでも別にいいだろうって思う。対抗の4番の1の白 の, おきあの打ち方がね、どうだろう。4が強靭の世界線も全然あるなと思う。まあ、少なからず1って、ああ、どうだろう。でも1が狼だったときに、多分8の音を急に、
そうかな。まあ、個人的には3がそんなに8に対して別に言ったって、その、自分が占い師だった時に、例えばね、3視点でその初春の時、こいつやる気がないから、みんなに村に押し付けて、ますよ、別にそれは。だからそこはあんま精査になってないなと思った。くらい。以上。9番のプレイヤーは発言してください。だいぶ分かりやすくなったなと思うかな。これ2、1番目でしょ。あれ別の1巡目に少した気持ち。一番割と占われそうだなと思ってるから。出ないメリットないかなって感じ。で8番が、まあ、ぶっちゃけこの2、1番面ができてる時点で、8番は割と人外かなと思っちゃうかな。ここは人狼だった場合って、あそこで役の人で信用してるから、超人目線、芸能一人出たら引っ込むんだよね。あ、こう占い対抗出るわって分かる。で、占いと芸能出てるから、あ、ここ、味方の超人だなって思った時に、占い出てくれると信じて引っ込むんだよね。霊能この場面に使用にならない時点で、8番って人外硬いかなって思ってるわ。今の両面精査分かってくれる人は分かってくれると思うけど。じゃない。どっちの場合でも俺人外引っ込むんだよ、盤面的に。っていうのがあるから。まあ強制。まあ俺の時点だし、俺、まあ、何定時する権力ないからあれだけど、1巡目聞いた感じだったら、2番とどっかでいいんじゃないと思ってる。本当は1番連れていくべきだと思うけど。だからまあ、例のうまく話してほしいかな。っていうことで、いいかな。8番の強制、ここが人狼だった場合にも強制引っ込むから、あれ占い傾向出るしかないなって思って。その2、1番目は割と8番人外臭いよ。1番。のプレイヤーは発言してください。私が言ってるのって9番が引き潮を尽くしたことに対して9番の方が無駄にないですよって言ってるだけで、別に8番の訳しようが9番が主観を押し付けることじゃないって言ってるだけで、なんか過剰にみんなが言ってきてびっくりしてますね。で、9番がほぼほぼ8番が人外になる思考っていうのも2週目聞いて理解できなかったですね、私は。そうですね。まあ難しいですよね。ね、結局。この盤面やったらどうなんでしょうね。なんか、8番が、あれですよね。2番のプレイヤーは発言してください。 8番があれって言われてもね、8の占いのところが分からないっていう前提で、何しろか分かんない、途中で音が途切れたりするんだよ、一瞬。何しろか分かんない前提ね。9も多分入ってないんでしょ。その白先が含まれてるからって俺からその聞こえてないからね、一瞬音が途切れんだわ。文句言うなよ、まず。アークモレードが来たらもうそいつするか2からな、まず。2番の話聞いてねえからな、まず。4が1白は知ってるよ。7白でしょ、やっぱり。一瞬 7に聞こえたんだけど、一瞬だけ途切れてんだよ。9番って何？絶対8番の偽置いたいの？ 8、2だと思ってんの？ 5 番が2番するようなこと言ってて、囲わなかったら釣られるでしょ。だから2番はないって考えるべきでしょ。だから3、6、9だけを。9番の中で3、6しかねえんだ、絶対に。8番を陣外で追ってたら。8、2だったら俺釣られるんだろ、まず。以上。3番。のプレイヤーは発言してください。何言ってんねん、2番は。ひろちゃんは何言ってんねん。8番が人狼やったら1番ないの俺やろ、どう考えても。何2番なんねん。なあ、9番さん。だわ。もうちょっとビビったかな。まあ4番の白崎やから、まあ1番はあって強人かな。俺今のところは8番人狼やと思ってるから。8番人狼に見たときにさ、まあ、誰かは分からんけど、ふーんって感じ。でも、
俺は絶対、てか、今日、普通に4番を決めるって。8番なんかだって沈んないやろ、ここはどう見ても。全然何、2周目の、2周目だっても、何の情報も落とさんし、結局、4番は何で見てんのって感じやし、強靭もあるとか言ってたけど、何で見てんのって感じやし、結局、グレーセンスだもん。うん、ちょ5番さんがもし飲めるんやったら今日8番行って4番決めちりゃいいやんっていうレベルやけど、で黒やったら相方探せばいい話やしな。5番さん4番のプレイヤーは発言してくださいですね。じゃあまず5番さんにアンサーを返さないかんのかな。まあ、1周目の段階で8が自分の対抗に出てくるとは4番はみじも思ってなかったですね。なんでかっていうと、潜伏して占い師に出るっていう場合ね、狂人でも人狼でもそうなん。人外が自分に白を打ってもらった場合に盤面が強くなるからっていう言い訳が必要なんですね。でも訳しようって潜伏した利がそれで消えてるんで、占い師としてね。だから8が人外の場合に自分の太鼓で出てくることはないと思ってました。でこれ狩人だった場合は訳しようするメリットがないので、おのずと使用するんだったら霊能かなと思ってました。だから自分の太鼓で出てくるとは思ってませんでした。次に7にアンサーなんですけど、自分が知ってるのは1の白だけで、4がトップバッターじゃない、1周目の1で売れる発言で多少変なところがあったとて、明確な強靭要素ではないので、言及すべきではないと思っておりました。はい、で8は、まあ、おかしな発言をしてて、まあ、占いで出るしかなくなった狼なのかなとは思ってるんですが、相方は3かなと思ってます。四神進行だったら9のように、ないんで、はい。で、護衛を4に回すのが正しいと思ってるんで、8を釣ろうっていう思考が3、8ローローに見えてます。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、4、6ローロー、9、9時、2騎士に見えるんですけど、個人的にはね、2、6のランでお願いします。2、6のランで。あ、無理やな。6番はなんで4番が霊能、8番のことを霊能は許容して、俺が8番が占いか霊能で出るって言ったことは許容できへんのが、意味わからんけど。じゃあまあ923でいいんじゃないですか。今朝のできない6番さんに合わせてください。今日割れたらね、923のランちゃんに出てるです。6番のプレイヤーは発言してください。いや、思った通りのことを言っただけだったんですが、そんな黒かったかな。はい、スムラだったら釣られちゃってたから、まあ良かったんじゃないかな。嫌だと思ってるんだよね。7番さんへアンサーすると、あ、7番さんを疑ってるわけじゃないんだけどね、アンサーするとって、どの、占いでだけど霊能でも騎士でもどの道ロールしかないと思ったんだよね、訳しよう自体が。だからなんぐらいな感じだったんで、うん、僕は普通に嵐に来てる狂人に見えたんだけどなって感じだったんだけど、はい。うん、まあ、僕は、守り先、これ占い守っちゃダメですかね。
ダメかな。鉄板で5を守っとくべきなのかな。あ、グレーは入れる場所も決まってて、もうすごい4進進行4守り行きたいんだけど。はい。いや、8の行動許容できなすぎて。はい、し、もうシンだったら狼に好きな行動させてるだけじゃないかなってしかないんだよね。いや、はい。7番のプレイヤーは発言してください。こういうとね、6番さんの言いたいこともわかるんだけどさ、狩人だった場合ってさ、三四四だったら絶対潜伏しなきゃいけないわけじゃん、だから8番が狩人で出てくることって100ないと思うんだよね。まあそれはいいわ。6番さんが言うように、じゃあ8番が狂人っていうふうに置いたのは、9一番視点の8番の、ね、メリット、デメリットって言ってるけど、メリット何？ね、これ6番さんも言ってたけどさ、メリットなんかねえんだって。ね、ああ、だから3番言うように、もう進路だと思うから、占いは。ああ、もう8番貫通センスじゃない。ああ、で、まあ、9番さんのね、8番を狂人で見るっていうのは、狼、二一陣形ができたから、8番が狂人だ、狼に好きな行動させてるっていうのは、まあ、納得ができる。うん。飲めない。うん。しかも、なんで8番が狼の時に、じゃあ、2番がどうのこうのって言って、2番釣られるやろうがいいみたいな言ったら、2番も意味わかんないし、もう。まあ、8番も大して、もう、8行こうか。もう8貫通しよう。8貫通しよう。俺1番強靭だと思ってるから。あ、投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。3番のプレイヤーは発言してください。248、もうだからそういうことや。2番と4番と8番が俺に来てるんやろ。両占い師が俺に来てて、であれやろ、黒落ちるとしたら8番やろ。もうこの投票結果見てくれたらわかるけど、全員が8番いけるんじゃないの。この後8番が喋るんやろうけど、いや、大して8番情報落としてなかったやんって。なあ、6番さん。ローリーの行動、いると思うねんけど、普通に、なんやろ、逆に言ったらさ、俺村人なんやけど、8番さんローが何の要素も持ってたんから、8番から拾えるものがないんよな。クロウソって言ったら、なんやろクロウソ、8番の俺村としては、村代表するとしては、8番が正直新占い師であってもいらんかなって思ってるんやけどな。8番なんかおってもおらんでも、ただの人形やん、8番は。ちゃうの、8番。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、そうやな。だけ落としとくって感じでいいわ、じゃあ。多分この3、8なんで、多分3に行くの多分無理やと思うから、4、8から票もらってる3って。はぁ、あ。
とりあえず7白だけ落としていくって感じで、白が落ちるんで自分。だときに4が3に行くってのはどうなんやろ。だって6、7がもう8行くって言ってる状況やったら4番視点って8行く方が楽やと思うし、少なからず3が釣られる可能性も、まあ、なくもないから、まあ、3は白っぽいかな。その3が、じゃあ4が狼だったときはそれくらいしか分かりません。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。これ4番絶対強靭だろ。これ4番絶対強靭だよ。4の3投票、じゃあ6絶対5を守ってね。絶対5を守ってね。これ4がこれ3、8なんで8に行かない意味が分かんないから、絶対絶対8行った方がいいでしょ。いやまあ別にそのさ、一旦グレー詰めて自分新進行で置いてもらうっていうのも別にそれ明日8釣るってのもいいかもしんないけど、でもなあ、いやお だけど今日俺貫通する意味あんのかなって俺思うけどな。まあ、それくらいかな。まあはい、以上っす。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは5番6番のプレイヤーは発言してください。はい、四進進行で行きたくてですね。でも決めたからには、もっと貫通したからにも4進進行、4が2したったら負けぐらいな感じだと。まあ強靭かもしれんけど、僕あれなんですよね、やっぱり8強靭で思ってるからローで思ってないんだよね。はい、なんで限りなく2ローいると思っていて、792の、まあ、どっちにしても792のランになる。はい、護衛失敗してすみませんでした。7番のプレイヤーは発言してください。ほんとそれな。あ、まあ、7、あの8貫通しようかって言ったんだったらさ、5番が色落とさないとさ意味なくない。俺4番の新進行までは言ってない。増えるんだからさ、大グレラン大会になるだけでラッキーじゃん。いや俺どうしても1番がね村に見えないんだって。
で、2番の頭の上の、頭の上にはずっと狼マークつけてる、俺一周目から。いいんじゃないですか、一角したら一角したで、みたいな、8番のこと言ってたけどさ。そんなこと言ってたら議論発展しないんだよ。だから、一周目一番人外入りがある、発言してたのは俺2番だと思ってるから。まあ、6番が4。けど、1番なら引っかかるんだよな。ってなったら8番を黒だったんじゃないかってなんだよな。だから俺5を守ってほしかったな。8番黒をめくれたらさ、めっちゃ強く。ね、8番の黒をめくれた方がさ、ね、だいぶ絞れることない。まず3と7除外できるよね。でしょ、ね、?8 番が黒だった場合ってさ。まあ、今日話聞いて決めますけど、まあ、多分2番いきますね、僕は。9番のプレイヤーは発言してください。言ってたけど、決め打ちするんだったら昨日グレーだから、どう考えても。で、3が両目線入れられてる時点で3に入れるべきじゃなかったから、俺、まあ、チャレンジで8に入れたけど。3番それで占って4番って急に意味不明なのと思うし、7番もね、貫通しよう貫通しよう、今日8番行こうって最後にとどめさせた割に、霊能護衛でしょ、こう黒と見えたらめっちゃ強くないって言うけど、8番。人ガイドとしてんだから、霊の守りなんてする必要なくて、霊の守っときょうって言ってるけど、どう考えても4守りがありえないから、8を落としたんだったら、そこで急に話変えてきてる、7番もだいぶ意味わかんないし、勝てないかなと思うかな、村は。だいぶきついよね。7番にもの発言もだいぶ意味わかんないから。そんな7番残してる盤面だからね。まあ、7-1 どっちかは標準だろうね。いや、意味わかんないでしょ。ないんだから。占い守りしかねえだろう、普通に考えて。なんだそれって感じ。2番は2番で目立ってるし。3番以外のグレー大会で。一応話聞いて、1、2含めて。まあ、最人外っぽいとこ入れるかな。黒っぽいとかじゃなくて、とりあえずも人外っぽいとこに入れるわ。1番のプレイヤーは発言してください。あります。9番だって昨日8番に投票してるし、そもそも8番3番並んで、8番4番が3番に入れとったところで、別に8番4番新教の世界線だってあるんやから、8番が偽でもね、3番に入れとくべきなんですよ、9番も。だから、初日占いすぎなんて全くありえないでしょ、普通に。もし4番新やったとしてもさ、4番新進行で追っててもさ、選択が増えるだけでさ、別に8番なんか残しとけばいいやんじゃん。まあそれをしない9番っていうのが、まあなんか7番1番を強靭塗りして、マジおかしいと思いますよ9番。あと、まあ5番髪抜かれてて、8番が何者かわからないし、8番に接って私別に決め打ってないから、そもそも昨日も3番入れてるし。もし8番が偽やったときは、何 ?8 番強靭やったときは、7番の狼はないかなって思ってます。8が7白やったからね。あんまり8貫通しないかなって思ってます。8番強靭やったら9番2番。8番が狼やったときは、2番が1番つながるとは思うけど、9番のさっきの発言もよくわからないから、投票先で、精査、みんなで頑張ったらいいと思う。そっちの方が村の勝ち筋があると思うんですけど、なんで強靭塗りすられ、めっちゃ言われてるけど、まあ、そんな悪い発言したと思ってないですね、自分で。ただ9番の発言に毎回毎回引っかかるところが多すぎて、9番に触れて実感が終わってくだけの話。以上。2番のプレイヤーは発言してください。あ、9釣れば破綻わかるんで、その後7番を釣るか釣らないかって決めるか。まあ7番でいいですよ。
2CO 盤面で占いから行くやつは人外の可能性があります。ちゃんと進行取れないやつは、恥じらなろうろうで、味盤の色を見せて、やるって作戦もあるんで。7番の中で味盤表示になったら急に色々見えますか？ないよね。8番が、5番が 2番を釣ろうとしてるので2白で打たないだったら意味ないと思いますよ。よって2番の陣外だと思ってんだから7番は正解釣りします。8番が死んでも7番釣りましょう。4番が行った方に行きます。7番が9番。はい。9番はどっち行くんですか？ 7 番か2番。あれほど生きてたのに、9番もあるかもしれません。あれほど生きてたのに、2番が7番どっちに決めます？ 9-7 のランでしかね、ないだろうもう。あんたらおかしいだろ、まず。7-8も9-8もあるんだから。4進進行で行くなったら9釣って、終わらない場合には俺は4行くけど、終わって、まあ9、7、はい。3番のプレイヤーは発言してください。なんで9、7なの？何やってんの2番は。なんで9、7やねん。いや、俺もう8番がもうこれ黒で見てるよ。いちいち5番にチャレンジする必要もないやん、この場面で。普通に5番かな。あ、間違えた。普通に8番。ない場合話やから、今日は普通にほぼ確定で俺一番強人やと思ってるから、7番強人もありえんねんけど、ただこの後に及んでまだ一番変なこと言ってるから、ちょっと一番の強人先落として安牌取ってって感じかな。なんか簡単なゲームやったな、正直。で、4番が3番占う気持ちってわかるね。だからこそわかんねえよ。3番強人やとはいい、8番強が3番ローやと思って、8番が実利飲んだってことやろ。だから占ったよ。何こんな先生。でも8番がロー、8、3ローローでやって、占いに行く暇があったらグレー行ったらいいだろ。いいだけやから。4、8で確証できるかもしれないよ。まあ、方法だからそういう線で見ても、4番が死んで、まあ投票見ても分かるけど、投票1、2が俺に来てるわけやん、ずっと。いや、もうダウトやろ、これ。8-2やろ。8-2ローローの1-9やろ。まあ、アンパイ取って1行くけどな。な、4番さん。あ、まあでも4番は1-2どっちか行きたいとこ決めればいいと思う。4番のプレイヤーは発言してください。としては9番がサイクロ1なんですけど、現状。まあなんか3番を占ったことがおかしいと言われたんですが、自分は結構3、8ローかなって、昨日の自分の発言でも残してますし、8番が釣られる、4番が3を8の相方位置として挙げてて、かなり不自然。で、かつ3、8の、決戦投票になった時に、地釣りを飲むって行動が3、8に見えたんで、3を占って、まあ、結果白だったんで3人は申し訳なかったなって、ずっと不当な殴りをしてたって思ってます。で、9番がおかしいなって今思ってるのは、まず4進進行だったら1-3ですよ。で、7が強靭だった場合は4が偽なので4を釣るしかないんですね。でもなんかそういう言及なく怪しいところを釣るみたいな、なんかどこにでも黒を塗ろうとしてる姿勢が9が狼なんじゃないかなっていうふうに現状を持っております。まあ、8で黒が落ちてて9が狼だったら9釣って終わりだし、まあ1-3は白白なので、その場合は2-7で悩んでください。ただ基本的に2の相方位置はいないと思っていて、8が狼の時に繋がらないのは2だと思ってるんですよ。2がものすごいヘイト溜まってたんで、8が狼で2が相方の時に潜伏で白を打つんだったら2に打たないと勝てないかなっていうのが思ってるんで、はい。ですけど、9の考察はおかしいんで、今日は9に投票合わせてほしいなと思っております。自分は結構9黒かなって現状思ってます。投票を始めてください。ありえん！オラじゃないべ！9番のプレイヤーが選ばれました。偽じゃねえかよ。8が死んだから、だから7番も釣れなかったよ。これで分かったよ。9番のプレイヤーは発言してください。
ああ、まあ占い師はね、マジで。まあ占い師自称だったんだろうけど、話聞いときゃ楽しいだね。俺、言いながら怪しいって言った上でさ、一番が標準っぽくて、村は弱い盤面だから、言えなくなったらひたすら人外っぽいとこ入れるって言ってるから。まあ、一番標準だ。さっきも私が悪い発言したと思いませんとか言ってるけど、いや、終わってるから、普通に。やばいでしょ、俺の気持ち的な。あ、いや、殺到するね。もう終わったから、PP。多分 PP。自分が責められたから、人に4番教授に一三郎。全然違うだろ。だから言ってんじゃん。8番釣りする7番とかが、ほんと嵐。引きすら、つかしてとか言って。まあ、こういうもう文面でしか、いたらもう勝てないんだよね。夜が来ました。目を閉じてください。一番は人外になるのよ。一三道路二巨人じゃない？四巨人じゃない？無理に決まってんだろ。多分俺釣りたくなかったのは人外に見えてたってこと？ピン釣るし。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。7番のプレイヤーは発言してください。で、3番4番のローで狂人がどこですか？1番ですか？あー、まあ、狂人使用したら、しまったな、もう。まあ、初めからもう、やっぱ4番の1周目の違和感を忘れずに、そのまま、変な視点更新せずに、4番にせって思ってたのにな、俺1周目、本当に。9番の言ってることを飲み込んだ方がいいとか、いいですか、伊庭さん。ね、4番投票できます、伊庭さん。1番のプレイヤーは発言してください。7番、何？7番、8番、ローローってことですか？8番、巨人の7期は絶対ないと思ってるから。8、7であれやってたん？相当リスキーなことしましたね、7番さんって感じで。もう昨日の段階で別に。7番の勝ち筋ってどこにあったんじゃ？ 4 番行けよ、昨日、普通に。7番がもしさ、村なんやったらさ、4番、釣れたやろ、絶対。みんな思うけど。安定進行って占い。4番新進行。8の新切り進行っていうのはグレー釣ってない時点で無理ないで、占い勘ついでしょ、普通に考えて。ね。もうなんか、嫌な結果ですよね、こういうのって。2番のプレイヤーは発言してください。はい、4釣って3釣ります。8のことで、叩いてる奴らって本当に論外だと思ってますね。579ってもう人狼やめたらいいと思いますよ。あなたたちは論外なんだよ。8番のどこのあれが偽要素だったんだよ。8番死んですよ。9で終わらない時点で分かりましたよ。4つって3。ただ、3がまあ4番狂人1、3ローローってとこだと思いますよ、多分。はい。じゃないと、このローシューなんですか？ 7、1、2に狂人がいると思ったってことですか？じゃなかったら9番狂人3、4ローローですけど。まあ4、3釣り切るだけですよ。まあ、1、3ローローで、4狂人、
か、4、3、ロー、1、強靭、まあその通りか、4番、人狼、1、3、ロー。あの、やるべきことはね、西洋で占い釣りしたものをする。3番を釣れない恥、プレイヤーが多かったですね、この村は。3番のプレイヤーは発言してください。2番は一体何を言ってんの、お前は。何言ってんの、2番。俺言ったけどさ、俺村人代表して言ったよな。投票決戦の時さ、8番が新占い師でも釣るって言ったやん。別に8番が来るとか言ってない。だけの話やん。2番は一体何を言ってんの、ね、4番さん。4番が入れたいところについていくってだけの話。4番のプレイヤーは発言してください。じゃあ7つって終わりましょう。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。